おはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX 相場解説なんですけども、1週間を振り返りつつ方針変更してまた新しい1週間に向かわなければなりません。まあ、1週間ごとにね、大きな仕切り直しをする必要もあるんですよね。で、1週間が先週と同じでしたら1ヶ月に1回また仕切り直しをするということで、まあ行ったり来たりなんですよね。前回私はね、どちらかというと107円とか108円、こちらの方にセルの方に行くんではないかなっていうふうにお話して1週間様子を見てきたわけなんですけども、どうもここに来てですね、週足が下髭を大きく出してちょっと上昇傾向にありますんで、その辺を合わせて、ね、お話していくと、必ずしもセルで取れるわけではないぞと、今週は倍の方にこそ勝機が見えるんではないかなってこともありますので、ちょっとね行ったり来たり混乱しちゃうんですけども、その辺についてお話していこうかと思います。じゃあこちらですね。はい、まあ相場っていうのはね、変更と修正の連続ですから、あれおかしいなと思ったら考えをすぐ変えなければなりません。初始貫徹が正しいわけでも何でもないですからね。状況に合わせてずっと考えていたことを変えていけるかどうかっていうのが一つのね、こういった FX の業界、投資の世界で勝ち残っていく、そういうふうなスキルになるわけですよね。例えばね、今回はね、この辺見てください。下髭が並んでるでしょ。長い下髭が。だこれはね、売りをかなりかけても、その瞬間、買いの方に同じぐらいの力が働いてるよってことなんですよ。ですんで、これ、セルの方への動きが止まってきたよってことなんですよね。いささか短いですけど、たったこれだけで止まっちゃうのは短いんですけども、まあ、止まったと言わざるを得ないでしょ、これは。まあ、そういった形で、一日足を見てみます。で、一日足を見ていくと、こういうふうにぐーっと上がっていきましたよね、まずは。で、ここを一つのポイントにして、今度は下がっていきました。だからしばらく、セルの流れが続くのかなと思っていました。このあたりまでね。でもどうやら、この3週間、1週間、2週間、3週間で見えることは、迷いなく上の方に行っているということですよね。そしてセルがこういうふうに挟まってきてて、その前はやっぱり上の方にバイミーがの燃えるところがあったわけなんですよ。で、こうですよね。で、まあやっぱりこう3本陽線が並んでいくということで、こういうふうにね、上の方に大きな勢いがあって、そして下の方に落とされていく。ギザギザは確かにギザギザなんですよ、こういうふうにね。だからそのギザギザを維持したまんま全体的にはセルの方向に向かっていくのかなぐらい思ったんですけども、どうも今回の消しましょうか。バイの3本は下髭を出してね、かなり強いんですよね。これね。だからこっから、売りに転換するってのはなかなかね、見えづらいんですよね。で、まあ、4時間を見てみましょう。で、4時間はどうかというと、大きな陽線を並べてますよね、ここにね、ズバーッと大きく。まあ、ですんで、これがですね、これをも、突き破るのかってことを見ていかなくてはなりません。今こっち向かってるわけですから。で、ここも強い力だったんですけども、ここはね抜けたような感じですよね、もうね。まあですんで、今週の戦略なんですけども、ちょっと早いかもしれませんけどね、110円の070を下回ればセル、110円の570を上回ればバイという風に見えていくといいんじゃないかなと思います。で、最後に1時間です。1時間はね、ずっと上昇する強い陽線があって、ちょっと横ばいみたいな感じで陰線を細かく出して、やっぱ陽線が強いですね。陽線はほら、でかいのばっかりでしょ。大陽線ばっかりですけども、陰線の大きいのはあまり目立たないんですよ。どちらかというと陰線は、数は出てるんだけども、でもちょっと小粒というかね、コマというかね、そんな感じですよね。ちょっとちっちゃいかなと思います。じゃあ今後なんですけども、じゃあ今週間どうするんやって感じですけども、4時間の動きに注目していってください。で、先ほど申し上げたように、どこで行ったらセルなのか、どこに行ったらバイなのかっていうポイントは今、私は決めましたんで、それにね、ご納得いただける方はそのように動いていただければいいと思いますし、その他のフォーメーションが見えるようでしたら、その他のフォーメーションで戦略を立ててみるといいんじゃないかなと思います。私はね、セルにするのかバイにするのかすぐはないですね。
先ほどのエントリーポイント2つ、セルの時とバイの時と設定したんで、もうそれだけです。あとは値動きを見て、先ほどのエントリーポイントに達したらセルであろうともバイであろうとも、まあ、売り込みをかけていくってことになります。それでは今週も頑張っていきましょう。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月の10日朝5時になりますけども、なんかね、その相場の世界では株は5月に売れっていう格言があるんですよ。そして9月の第2週まで戻ってくるな、彼岸まで戻ってくるなっていうね、こういう言葉があります。つまり6、7、8月は、まあ、株をやるなっていう、そういうふうなね格言なんですけども、これが何で生まれたのかと言いますと、実はね、株の中心地であるアメリカでは6、7、8月はサマーバケーション、要するに夏休みに入るわけなんですよ。で、投資家さんが、結構市場から去っていく時期ではあるんですよね。まあ、ですので値動きが少ないから、その時期に、まあ、株をやってもしょうがないよってことなんですけども、 FX の世界にもそれが当てはまるとは言いませんけども、まあね、でも6、7、8月 FX をやる人がちょっと減るんではないかなって気はするんですよね。まあ昔のことかもしれませんけども、今でもね、こうやって株式市場の活発な間とか FX の市場の活発な時っていうのはあるんじゃないかなと思います。特にここ数日、数週間はですね、暗号通貨の方に結構ね動きがありましたんで、そちらの方に資金を振り向けている方もいらっしゃるのかもしれません。ちょっと前提が長くなりましたけども、6、7、8月は結構ね苦戦されている方がいるんじゃないかなと思うんですよ。まあその一人が私なんですけども、ご覧のようにね、上がると思ったら上がらずに、下がると思ったら下がらずにみたいなことを繰り返して、大きな含み損っていうのはないんですけども、その代わりね、大きく利益を取れることが8月、7月はなかったんじゃないかなと思うんですよ。もちろんたまにはありましたけどもね、どうもその頻度は減ってきて、フォーメーションもいまいち、活かせないかなっていうところがあります。ゾーンも素直に反応してくれませんしね。そういった感じで1年を通じて6、7、8月はちょっと苦手な月に入るというふうにね、私も思ってるんですけども、だからこそより慎重にロットを抑えながらやってるわけなんですよね。それではね、今回の方動きをちょっと見てみましょう。画面を切り替えていきます。じゃあデイリーから。はい、デイリーの方なんですけども、まあご覧のようにね、こうやって上昇トレンドが終わって下降トレンドに入りましたと思ったら、なんかここ突き抜けちゃってますよね。ここがだから難しいところなんですよ。で、方針を私はね、今日改めてまた変更してですね、こういう風な横ばい上昇、そして片っぽ下の方はこういう風に広がってるよみたいなね、ちょっと今までのフォーメーションにはない形を想定しています。まあ、ですので下げ幅は大きいけども、上がり幅ってのはまあここで止まっているよって形です。昨日ロスカットラインとブレイクポイントをちょっとお話ししましたけども、110円の490を上回れば上昇角をね大きくつけていくことも考えられますけども、そうでない限りは現在起きているこの陽線っていうのは、そのうちこういうふうに移動平均線に沿って下の方に向かっていくんではないかなっていうふうに考えるのが、まあ私流かなというところですね。はい、じゃあ4時間の方ですけども、4時間いかがでしょうか。ポイントはここですね。ここと、あ、ここをね結んでちょっと下にずれますけども、こんな感じですね、角度つけて。まあ、ですね、今ね N を書いてますけども、ここで N を書いて徐々に上がってるところです。 N の連発です。で、ここでちょっと変わった大きな N をつけてますけども、この勢いが終わるところを示唆してるんではないかなと思うんですよね。まあ、ですので概ねセルの方に向かっていくようになるんじゃないかなと思います。で、1時間を見ますね。はい、すいません、続きになりますけども、1時間ですよね。上昇トレンドを作ってますよね。この上昇トレンドが先ほどの4時間で終わるポイントを示唆しているというふうに考えてるんですよね。で、ここで見慣れたパターンがありますんで、ちょっとなぞっていきましょうか。上に上がって横に行く、上に上がって横に行く、上に上がって横に行く、もう一発ぐらい上に行くんじゃないかなと思います。この階段みたいな形もたまに出てきますので、フォーメーションにはないんですけども、まあ特徴ある形だなというふうに捉えていけばいいんじゃないかなと思います。ということでね、ちょっと分かりにくい8月になりました。特にこれからお盆に入りますので、日本時間、私たちがやってるのは日本時間ですからね、日本時間ってのはますますちょっと混迷を極めるのかなと思います。いつも悩むんですよね、お盆の時期に FX をここぞとばかりに始める方が増えるのか、それともこういう時だからこそ FX は休むのか。で、今回はね、日本市場に暗号通貨もちょっとね、
去年とは違った形で入ってきてますんでね、悩ましいですね。だから悩むときはエントリーしちゃダメですよ。まあ、それはもうしょうがないんですよ。見るのも相場っていう言葉もありますけども、本当にね、7割ぐらいは見ていかないと、3割で大きく利益を取ることはできないんですよ。で、7割でエントリーする方っていうのは、損をね、しちゃうんですよ。ちっちゃい損を長く繰り返しちゃうんですよ。ご用心いただければと思います。相場の全体っていうのは、レンジが7割、トレンドが3割です。その3割で取っていかないといけない。その3割を取るために7割をしっかりと見るってことが大事になってきます。それでは本日は以上です。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月11日時間にして朝の4時40分でございます。以前の話なんですけども、3、4日前にですね、エントリーポイントを設定しました。セルの部分とバイの部分ですよね。しばらくはレンジの方で進むよってことで言ったと思いますけども、今回ね、110円の570を超えたらバイで入るよっていうエントリーポイントを設定したと思うんですよ。そして順調に値段を今上げてきて、今日まさにね、110円の570に入ったところなんですよ。今日はそこをね、合わせて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ。はい、今まさにね、110円の571で価格をつけております。こちらですよ、こちらね。で、こことここと揃ってるわけなんですよ。ですんで、ちょっと自信がない方はここを抜けてから入ってもらってもいいと思いますけども、この陽線がですね、上の方にすごい勢いで伸びてきましたよね。それまでは下の方に緩やかに下がってるのかなと思ったんですけども、どうもこれね、地道に倍の方に進んできたみたいです。うん、なるほどね。それでは4時間の方を見てみましょうか。4時間もね、同じような感じに見えますよ、ね。ここの先端とここの先端を組み合わせると、これゾーンができます。ですので110円の今ね、571です。このゾーンに入りかけたところなんで、であとこの移動平均線のね、3本の束が上の方に向かって開いてますよね。まあ、もっと早く倍に入れた方もいると思います。なぜならこれは N を繰り返してるからなんですよ。で、私の場合はずっとちぐはぐだったんで、慎重論をとって110円の571を倍ポイントと設定しました。もっと慎重に行きたい方は、110円の670を超えてから抜けたのを確認して倍で入ってもらってもいいかと思います。私は1時間以内に入ります。で、1時間足の方に行きますね。110円の570、まあ570になってますね。571ほぼ一緒です。で、昨日お話したように、階段みたいにこういう風にね、上がっていったところ覚えてます？このフォーメーションってたまーに出てくるんですよ。で、ここでは階段になってなくて、なだらかな上昇角を取ってますけどもね、全体的に右肩上がりを実現してるっていうのは見て取れると思うんですよね。で、どっかで倍に入らなければやっぱりね、勝負になりません。で、もっと早く入れた方とかラッキーですよね。こういうところで入れた方はすごく良かったと思います。私はそれまでの値動きっていうかね、エントリーが中学だったんで、慎重論を取ってやらなかったんですけども、まあそろそろ入ってもいいんじゃないかなっていうところですよね。上昇トレンドがしっかりとできてますので、これに乗っからない手はないかなっていうところですよね。もちろんリスクありますから、チークハグの後だったんで、ロットを落としながら行きます。本当にね、ここがね、高値ってこともありえるんですよ。高値掴みしてゴーンとね、意味もなく落ちてくるってこともありますんでね、そこは慎重にならなければなりません。ただ私は1時間以内に入ろうかと思います。はい、というところでね、110円の570というエントリーポイントを設けて、ここを突き破って、そのぐらいまでの勢いがある場合だったら乗ってもいいかなと思いましたけども、そのぐらいの勢いありましたね。この後110円が111円の方に向かっていくのか、570が高値掴みで終わってしまうのか、ここは見ものです。必ずロスカットライン、ロスカットラインはね、480ぐらいを設定して、そして倍でエントリーっていう形になるんじゃないかなと思いますね。うん、見ものです。それでは今週お楽しみに。いってらっしゃい。はい、おはようございます。相場解説に入ります。速稼塾の久保です。今日8月12日朝5時9分の相場解説になりますけども、ちょっと昨日ね、振り返ってみたいと思うんですよ。昨日はですね、エントリーポイントを110円の570というふうにして、朝私1時間以内にエントリーしますよっていうふうにお話したと思います。で、1時間以内にエントリーして、で、夕方にね、やっぱりもうイグジットしたわけですよ。もう夕食も終わって、あとはね、大和くんとお風呂に入って寝るだけって形になりましたんで、18時に、イグジットして、その時の画像からお見せしたいと思いますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。じゃあまずね、そちらの画像です。こちらです。
はい、スクリーンショットを撮ったのが、エグジットしてちょっと経ってからね、6分ほどタイムラグがあるんですけども、大体20ピップスをテイクプロフィットしましたよってことなんですよ。今回緩やかな上昇だったんで、ちょっとロットを積んでですね、ロットは3ぐらいにしました。ロット3にすると、大体20ピップスで、6、7万になるんですよ。6万数千円って形ですよね。まあこれ取れたのはちょっとね、嬉しかったなっていうのは、緩やかに上がっていく、要するに小刻みな上昇じゃないですか。ご覧いただいてわかるように、ロウソク足が一本一本が短いですよね。だからこういう時ってリスクが少ないんですよ。で、少しずつ上がってるところなんで、利幅っていうのは一本で大きくは取れないんですけども、リスク少なく下がっていく時っていうのはちょびっとですからね。上がっていくところはちょびっとなんですけども、ただ上昇トレンドの中で、入ってますんで、まあある程度ね、ロットを積んでも急激な変化っていうのはないっていうふうに高をくくってましたんで、これができたわけなんですよ。ロット3っていうね、普段の3倍だったんで、まあ6万数千円、1日で放置で取れたんだったらいいんじゃないかなと思います。決済したのが18時で、スクリーンショットが18時6分です。その時の画像をお見せしてるわけなんですけども、こういうふうに、ロウソク足の短い時はロットを増やしてい、くってこともあります。でね、ロウソク足が長い時って急激な下落とかに耐えられずに一気にロスカット食らっちゃうんで、そういう時はね、ロットはまあ普通通りっていうかね、抑え気味にした方がいいと思いますけどね。乱高下の時ってやっぱ基本的にロットは積めないですよね。1とか0.5 とか普段の 50% ぐらいじゃないですか。まあそういうことをお伝えしたくて今回これをお見せしました。ではまあね、私は儲けましたよっていうのはこのぐらいにしといて、次ですよね。これが本日今瞬間のデイリーです。ちょっとわかるように、このね、陽線と高さを同じくしてヒゲを出して引き戻されているんですよね。ちょっと黒い線引きますけども、と同時にですね、ここ横一線やっぱり反発してこれから下に向かうんじゃないかなっていうところが見え隠れしています。というところなんで、こういうふうに広がりつつあるなんかレンジ、トライアングルの逆バージョンですよね。こういうふうに補助線いくと分かりやすいと思いますけども、通常トライアングルってこういうふうに収束していくじゃないですか。ディセンディングトライアングルにしてもアセンディングトライアングルにしても収束していきますけども、今回その逆バージョンみたいなやつが来てるなと思ってるんですよ。まあ、ですんでこういうふうに上下を幅を大きくしながら広がっていくと。で、上の上底ですよね。上の底っていうのは、天井っていうのは一定のラインで、下のラインは広がっていくっていう形に見えるかなってことです。これ、フォーメーションにはないんですけども、今即席で作ったね、オリジナルフォーメーションですね、これがね。まあ、こういうふうに進んでいくんではないかなと予測されますんで、今日エントリーを考えるんだったら今度セルになりますね。じゃあ4時間見ていきましょう。4時間はご覧のように山を作って下落しているところですよね。ここにエリオット波動の片鱗が見えたりするわけなんですけども、エリオット波動そのものはありません。どういうことかっていうと、推進波がこういうふうにね、 N でずっと来てたわけですよ。 N で上がっていく、 N で上がっていくっていうのがずっと来てて、で、ここから下落波動に変わる可能性があるよってことなんですよね。もちろん下落波動でそこそこ落ちたらグーンとまた上に行くかもしれませんので、そこは注意深く見ていかないと思いますけども、こうやってここまで見てるだけでも何パターンかのシナリオに絞られてくるってことです。それが非常に大事なんですよ。闇雲にするわけではなくてね。はい、で1時間なんですけども、1時間はご覧のようにこう階段みたいに上がっていくのがついに終わって、その終わる予兆が横一線になってきたでしょ。だから階段状にこうやって上がってきたチャートの動きがこういう風になってきたのがきっかけとなって、トレンド転換が起きる可能性が多いってことなんですよね。だからこれからは一定期間セルに向かうんじゃないかなっていう風に考えているってことなんですよ。それが今ここですよね。今度は下がっていったものが、ちょっと待ってください。下がっていったものが階段を作るように降りていくのかもしれないですね。わかりませんけどもね。ただ下がっていくことは下がっていくと思いますよ。もうここでダウ転換が起きていると私は今回仮説しております。というところですけども、いかがだったでしょうか。昨日利益が、取れてない方は、ちょっと考え方を改めた方がいいかなと
エントリーポイントまで私前々からずっと言ってましたからね。2つに挟んでエントリーポイントで、こっちを割ったらセル、こっちを割ったらバイっていうふうに申し上げていて、そして昨日は最終的に、バイの方に絞ってですね、私1時間以内にエントリーしますよっていうところまで言っての今日の結果ですからね。ですから夕方決済して、でよかったよかったで、めでたしめでたしなわけですよ。あとはね、ちょうど決済した後に価格が下がっていったでしょ。あの私と同じように考えた強い投資家さんが同じところで決済してるってことなんですよ。これも現実ですよね。だから今ちょっとね、決済が遅れた方はみんな含み損になってると思いますし、ロスカットを食らってるかもしれません。そういう方はちょっとレベルをね、もうワンランク上げた方がいいと思います。私勝利者の予測を昨日はしたんですよ。で、結果も出てるってことですよね。だからロットも増やせたってことを今日はお話してみました。それでは本日は以上です。今日はだからね、セルの方に私は触れていくと思いますね。もう完全にこれセルに入ったと思います。トレンド転換起きたと私は仮説します。以上です。おはようございます。今日は8月13日になります。お盆に入りますね。そして、なんか暑さもちょっとだけ和らいできたのかなって気がしますけども、いかがですかね。広島は大雨でございました。今日もなんか雨のようでございますんで、まあ暑さとは縁がないかなと、今日1日2日は思っております。それではね、朝4時45分の相場解説に移りますので、画面の方を切り替えていきましょう。はい、ではこちらです。まずデイリーからなんですけども、おかげさまで昨日はね、20ピップスほど取れて、ロット3だったんで、6万数千円という利益でした。そのポイントとしては、この天井をね、しっかりと引いて、ここは上抜けないだろうというふうな予測があります。そして、安値ってのはこういうふうにどんどん広がっていく傾向にあるかなっていうところで、ここから見えるのは、上髭を出して、この、レジサポラインに引き戻されてきましたので、ここからはね、多少の上下はありますけども、こういう風にセルの方に向かうんではないかなっていう風な大筋の予測を立てております。で、4時間の方を見ていきますね。4時間の方ですけども、ちょっと横ばいが出てますよね。まあ、ですので、この横ばいが終わったら、こういう風に下の方にずれていくんではないかなってことですね。で、また横ばいで下にずれていくみたいな形で、こっちとはね、ちょっとこう、左右対称みたいな形になると思いますけども、こっちはギザギザしてる N 字を繰り返したのと同様にですね、こちらも N 字もしくは階段みたいな形でどんどん下がっていくんじゃないかなと思います。なぜかというと、ここでね、レジサポ転換起きてるんですよ。まあ、ここを超えたんで、そこそこ倍の方に向かうかなと思ったんですけども、ちょっとね、駒出揃った感じで、この売りと買いの陰線と陽線が揃ってるでしょ、ここ。これが、トレンド転換の予兆といえば予兆なんですよね。そういうことが多いですからね。まあですので大きな陰線を出した後にずっと今度から売りの方に向かっていくんではないかなと思ってます。じゃあ1時間の方を見て結論付けていきましょう。はい、1時間の方を見ると、こういうふうにね、横に行っちゃ上に行く、横に行っちゃ上なんだけど斜めに行くみたいなことを昨日お話ししました。だからここからは、転換が起きて、あとはセルの方に大筋触れていくんじゃないかなと思いますので、こういうふうにね、下にブレイクする日が近いと思います。今収束して横ばいになってますけども、移動平均線も3本集まってますよね。これ下の方に行くと思いながら、今週見てます。まあですね、今度エントリーするとしたらセルなんですけども、セルのエントリーポイントは110円の335ということになりますね。よろしいですかね。110円の335。ということで、110円の335をセルのブレイクポイントと今位置づけましてね、エントリーポイント110円の335を繰り返しますよ。ここを超えたらセルで入ろうかと思っております。で、本日は以上です。ありがとうございました。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。で、今日は土曜日になりましたね。8月14日になります。まあですので、相場の方は動いてませんけども、金曜日、13日のギリギリカツカツまでを追いながら解説と、それから来週に向けての展望をお話していこうかと思います。それでは画面の方を切り替えますので、こちらをどうぞ。まずはですね、金曜日の夕方のチャートに、いろんな文字を重ねています。13日の朝なんですけども、110円の335、ね、これですよ。110円の335を割ったら、この線です。ここを割ったらね、セルで入りますよってことを昨日の朝お話して、1時間以内に私も入りますというふうにお話をしてね、放送は切りましたけども、実際私入りました。そしてですね、おかげさまで、
こちらです。このチャートが8月13日の18時になるかならないかってところでございますけども、その時点で110円の235で利確しました。ということで、10ピップスだったんですけども、まあその小刻みの、このね、ローソク足の時は、ロットを増やしていけばいいっていうことなんで、ロットを今回も3に設定しましてね、3万数千の利益を私はテイクプロフィットしたということになります。その後、もう一つ事件が起きます。というのが、トレンド転換をしましたよって私は考察しましたよね。トレンド転換、ぐーっと上に行ったのが、もうこれ以上上に行きませんよ、と。それなのに、こういうふうに横ばいに入ってるってことは、セルの方に向かうんですよって解説でした。で、セルに向かうきっかけとしては、この110円の335が一つのポイントになるんで、ここ終わったら売りで入りましょうって話を昨日はして終わったわけなんですよ。そして実際に私は昨日売りで入って夕方までで利確したんですよね。で、その後なんですよ。その後どうなったかってことを改めて、お話していきます。で、デイリーの方に、行きます。で、デイリー。デイリーで私が何を言ったかっていうと、こういうふうに上は揃ってるよねってお話したんですよ。そして下はこういうふうに広がってますよねって話しましたね。これ変わんないですよね。で、昨日の相場解説でも、こういうふうに入っていって、広がりながら、上底、上はね、変わらずに、下のところだけは開きながら行ってるから、こっから大きく下落が始まるんじゃないのって言ったんですけども、もうまさにここまではぴったり合ってたでしょ。だから、あとここまでの余地が残されていると私は考えてますんで、こっからでもセルに入るべきだと思いますよ。ね、ここまで合ってたでしょ。で、4時間の方を見ていきます。4時間なんですが、ここがトレンド転換を起こしたところですね。で、こっからぐーっと上に上がっていって、で、下がって、横ばいが入って、110円の335終わったらセルが始まるよって言って、ここまでセルがいってるんですよね。109円の592ですよ。うん。だから1円とはいかないですけども、1円近く変わったんですね。で、トレンド転換の例っていうのはここでも見ることができます。ここです。トレンド転換して、下の方に行ったでしょ？で、トレンド転換して、上の方に行ったでしょ？今回のトレンド転換は私はここを見切ったってことなんですよ。ここではなくて、ここですよってことなんですよね。だからね、高値を超えるとね、際限なく上の方に行くような気がしますけど、それだけじゃなくて、新しいトレンド転換のポイントを作って、そこから改めて下の方に潜っていくって、今回みたいな例もあるわけなんですよ。ここもそうですよ。だから、ここでトレンド転換を起こして、下に行ってたのが上に行ってたわけなんですけども、ここを超えて、下に潜ったのが、際限なく下に行くんではなくて、新しいトレンド転換を設定してですね、また内側に戻っていくってことがあるわけなんですよ。あら。ね。だこういうのを、使い分けれるようになっていくでしょっていう話を私はね、この5年以上してるわけなんですよ。では次1時間を見ていきますよ。1時間はトレンド転換を起こしたところがここです。ぐーっと上に上がっていたのが下に行って横ばいになって110円の335を割ると際限なく下の方にドカーンと行ったというね。私はこの間寝ていたんでエントリーできてませんよ。ね。だから、ニューヨークお休みタイムズって言って、夜9時からね、FX をするような、深夜強い方は、ここがしっかりと取れていたんではないかなと思います。私の場合はこういう風なね、深夜にあんまりエントリーしてないんで、うん、夜中の利益は取り損ねてるんですよ。私は家族の時間が第一なんで、FX は日中にしかしないって決めてます。まあ、たまに深夜もね、気まぐれでやりますけどね。で、これからどうなっていくかってことなんですけども、もう一回デイリーの方を見ていきます。ね、もうわかりますよね。来週どうなるかっていうと、私こういう風な線引きましたよね。もうそれが全てです。あとは、先ほどお話したことをちょっと思い出してもらいたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回も非常にわかりやすく具体的に形を作った後、この110円の335終わったらセールですよってここまではっきり言う相場解説の人もいないと思いますよ。で、これで利益が取れないとしたら、今一つね、勇気がなくってエントリーできなかったってことなんですよね。だからやっぱり、度胸、勇気、腹をくくる。これはね、やっぱ鍛えていかないといけないですよね。ロスカットを踏めば、大抵は大丈夫なんですけども、ロスカット設定してるのにエントリーする勇気がないっていう方はね、ロットを減らしてください。それでもエントリーがなかなかできないということであれば、投資は向いてないかもしれません。投資っていうのは、言ってみればね、高いビルの上からお金を投げる行為なんですよ。
高いビルの上からお金を投げて、バーッとね、1階まで走り降りていくんですよ。だから投げたお金が、下の方に早く落ちて、通行人に拾われてしまうかもしれない。そういう意味で言うと、資産を投げる投資なんですよね。でも、お札が下に落ちるまでに1階にたどり着いたら、お金を失うことなくこう拾うことができるんですよ。そして気がついたら、よそのビルからも同じようにお金を投げてる人がいて、1階に早くたどり着いた人は、その他の人の投げたお札まで取ることができるんで、度胸が出て、もう真っ先にお金を投げて走り抜けていった人が全部取ることができるんですよね。変な例えですね。はい、じゃあ今日はこんなとこですね。度胸つけていきましょう。じゃあ来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。